何を考えればいいかを教えたいと思います。考えながらやんないと勝てないゲームで、今日からめっちゃ楽しくなるよストリートファイター。ね、相手が思ってることを想像して声に出すとすごいいい。でまた俺のターンで勝手に死んでくれると。ちょっとロゼピンをねコーチングします。ロゼピンがマスターに行きたいらしいからね。お疲れ様です。さあこんにちは。こんにちは。動きは良くなってるよ。本当ですか、うん、やった、よかった。なんか癖が地面テレポなくなってるし、パリも少なくなってるし、うん、少なくなってる、うん、今日は前回強い技をとりあえず教えたじゃん、フロート大 P とか。今日はそれをどう使うか、戦ってる時に何を考えればいいかを教えたいと思います、うん、はい、カスタムですね。はい、カスタムで。結構このゲームって割となんて言うんだろう、読み合いっていうか、その相手を探るというか、考えながらやんないと勝てないゲームで、ストリートファイターって。その通りですね。そうで、今日は考えながら戦う方法を教えようかなと。多分今日からめっちゃ楽しくなるよストリートファイター。おお、まあもう全然楽しいんだけどね、まだまだ。いやー違うんだよね、そこじゃないんだよねストリートファイターの。違うんだ。ちなみに今から言うことはだいぶ基礎寄りのことなので、はい、そのストリートファイターやってる人はみんな聞いててくださいという。じゃあまず対戦中、まず何を考えてるか、はい、まずこの距離、この距離よくありますよね。あります。このぐらいの距離、前ジャンプを入れられても問題ない距離じゃんこれって。ですね。でこの距離って相手何するかっていうと、弾持ちならこうやって貯めたり波動とか打ってくるわけじゃん、うんうん、でもダルシムはここから触れます、大ボタンとかで、そうとか、大キックそうとかで触れます。まあ強みです、はい、ここが。で相手がこんぐらいの距離にいるときは弾とかを打って、そう相手を牽制しましょう。この牽制してるとき、じゃあ何を考えてますかロゼピンは。何も考えてな い, ないこのとき実はダルシム側が有利を取ってるんです。なぜかというと、ヨガファイヤー打って、ヨガファイヤー打ちます。もうどんどんヨガファイヤーとか腕とか振って、はい、これやることないんですよ相手は、うん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 、ってことはじゃあ何かというと、近づけない、この時点で相手をマインドしてるんです、ダルシム側は。うわーって、うわ近づけないなーって、うん、これをずっとガードしてると相手は死ぬじゃんやっぱり。でこの時に相手が考えてること、上を通そうか OD 弾を打って一気に近づこうしか考えてませんが、ゆえにじゃあその時ロゼピンは何をするか、はい、ヨガファイヤーとか打ってください。ヨガファイヤーとか打って、ヨガファイヤー、そう相手はきつそうだなってなってますね。ヨガファイヤー殴る、そうで一発、そう一発食らったらこうやって、はい、もうこれダメです今の、打ちすぎです。相手のことを 2回ぐらいガードして小突いたら相手は嫌がるのよ、そもそ も2回で十分なの。そうバーってやって、あきつってなるじゃん相手は。で、うん、そうそこでうろうろすんの、でうろうろして相手の行動を見て何もしてこないならもう一回腕振っていいし、そう、うん、そうそこで見るじゃん。で見て飛んできたら絶対落とせんだよ。何回か腕を振った後は対空を見てください。対空を見て、で相手が飛んできて1回でも落とせたら相手はどう思う？うわ飛び無理だってなるでしょ。うわめっちゃ飛び見てるわっつって、でそしたら今度は飛ばなくなるのよ相手は。飛ばなくなる、そう飛ばなくなったらまた腕を伸ばす時間が始まって、そう波動拳とか OD アーチとか打って、ここでちょっとしたダメージをちょっとずつちょっとずつ稼いでいく。でまた相手がきつくなって飛んだのを、はい、また落とす、そう落とせたらもう相手はもう無理だから別の方法でやってきます相手は。はい、ラッシュ、こういう風にそうラッシュとかをやってきます。それ困るんですよ。そうでも大丈夫、うん、巻き散らしておけばいいから腕とかを、うん、そうでも連打しちゃダメ、絶対連打しちゃダメ、うん、飛んでくるから相手はこうやって、結局だから声に出してばいい、今きついだろ地上飛ぶ飛ぶ飛ぶあいっていう、俺はこういう戦い方してるのにいつも、ね、そう相手が思ってることを想像して声に出すとすごい、ね、この台形どうすんのとか言いながら台形踏んのね、そうこれどうすんのか、当たっちゃったねとか言って、当たっちゃったね、飛びたいよね飛びたいよねっつってバコンって落として、さ飛びが通らなかった。でこういうところで OD アーチとか打つとなおさらいい、あーなるほど、ね、そう OD アーチ打つと何も相手はラインを下げるしかないからこうやって、うんうん、でここでまたライン上げて、で行かない、ここで無理やりラインを上げて、自分のロゼピンの今後ろ莫大なエリアがあるじゃん、はい、そのエリアってロゼピンが逃げれる距離なのね。だから相手がこんぐらいの距離になって気まずい距離ってあるじゃんたまに、ある、そういう時は低空後ろテレポ中パンが入るんで、この前教えた、そうそう、それです。相手が前に出てくるところを触りながら牽制して、それで一発当てたとまたオーディアーチ打つのよ。オーディアーチ打ってみ、その後ここで打ってくれて、でまたほらライン下がらないといけないじゃんこっちは。でこういう時相手が前に出てきた時はその待つ、 OD アーチがいい具合になるまで待つ、うん、そうとか適当にインパクトとか振ってくるから、こういうところって相手、なるほど、 OD アーチで待つ、そうとりあえず様子見して待つ、そうで相手が何もしてこないタイプだなと思ったらまた OD ファイアとかヨガファイアとか打って、そうどんどん前に詰めていって、そうで
相手のここ、うん、今少ないじゃん相手後ろ行けないじゃん、うん、ここでフロート大 P とかが機能しだすので、そう超きつい、そうこれマジ後ろ下がれないからもう食らうしかないから、あーなるほど、で相手が画面端の時に絶対落としたいね、上は100落としたい、もう絶対落としたい。じゃあ逆に自分が追い込まれた時、はいこれ大変なんだよな、はい、まず、はい、何をするかっていうと、とりあえずガードしてください、とりあえずガードして離れるを待ってください。でその時に振り、そうで相手が離れた時に振りたいのがしゃがみ中 P ズームパンチ、そうこれだ、そう、そこからアーチとかヨガファイヤーをとりあえず打ちたい。でそれを打った後相手の後ろにテレポして低空で、で大パンなりコパン投げなりをして入れ替えたいよねってい う, そうとりあえずガードでいい、マジで端は一回ちょっとリスナー呼ぼう、俺がちょっと実践で、うん、で今のも上見るところね、うん、ここも上見るところね、でここもブッパ見て、わかる、この落としてるだけで超きつそうでしょ相手、やっぱ端を、うん、きつそう、端から出られてないでしょ相手は、ここをやっぱよく見ていきたい。まあでもこの人割とダルシム戦分かってる、うん、でここはもうガードで、こういうところでこういう動きをしてオーディアーチでラインを上げて、で逃げると、オーディアーチに合わせて、で上見る、で開幕浮いたりするのも強い、なるほど、こういう風に釣れたりするからね、うん、なるほどなるほど、でたまにこうやって行ってあげて OD ファイヤー打って、 OD ヨガファイヤー打って上見て、でフロートでまた詰めれなくして、うんうん、OD ファイヤー打って、でこれなくして、で地上きつくして、でまた浮いて、あごめんこれないね、でここは相手のターン、うん、上見てあっち行けでアーチ打って、後ろ回ったりしてダメージ取って、はい勝手にバーンとしてくれる、でこっからはもう腕を伸ばして終わりと、そうなるほどね、これこの意識ちょもう全部言語化していいわ、はい開幕まず浮いて様子見ます、ね、大パンで降りて、でここはガードで離れて浮いて、もう一回大パンで止めて中スラで投げミスって浮いて裏テレポで、でコパ食らって、とりあえずここはガード後ろにテレポして落ち着きたい、で裏テレポしてオーディファイヤーで打って上見る上見る上見る、飛んでこないからここがガード、リバー打って、でバーンアウトしたから下がりたい、裏に回って、裏に回って逃げたい、テレポとかで駆使して逃げていきますと、でファイヤー打ってアーチ打って、また俺のターンで勝手に死んでくれると、おーなるほどね、そうやっぱ絶対どっかで飛んでくるから、うん、はいで浮いて大パンで降りて投げをグラップされて後ろに回ってヨガ合掌で大パンで浮いてヨガファイヤー、たまにアーチ混ぜると引っかかるから、でもう一回大パンフロート、前に出てきたら大パンでフロートでヨガファイヤーアーチ当たる、はいでフロート大パン投げで、はい、アーチ、はい、フロート、ダイパン、これで終わり。まだ終わんないな。中パン、波動、中パン、中パン、中パン。はぁ。だからやっぱ飛んでくるって、俺がいつもさ、戦いながら、飛んでくるって言うじゃん。はい。やっぱね、飛んでくるのよ、相手は。きついから。で、なんできついかっていうと、やっぱ地上から行けないから、もう上しかないんだよね。だそこを叩き落としながらやって、相手が前に出てきたいところを、フロート大パンで止めたりして、弾とか打って上を落としてってのを繰り返していく。